2010年9月19日，香港岛 iDAS Hong Kong 举行了一个集合多位 DAS Live Ranking 香港的 Top Players 进行激烈的比拼。DAS Heroes，DAS Live Ranking 香港是显示全港 DAS Live 会员的成绩排名。今次出场的正是香港 DAS Live Car Club Ranking 中最高 Ranking 的选手。而由日本远道而来，并且是世界有名的日本 DAS Live Pro 星野光正，会连同这九位 Top Players 进行连场激战。在众多参赛强者当中，究竟 DAS Heroes 的冠军谁属呢？今次的比赛项目是以701 Master Out、Standard Cricket、Choice 三局两胜制去进行对战。经过连场激战，于准决赛中胜出的两位选手终于进入决赛。星野光正，他卡粒的最高得分是1200分。刀魂之狼 Raiden， 他卡粒的最高得分是1220分。决赛是由炎之皇帝星野光正对刀魂之狼 Raiden。スーパーダーツでロイデン選手とご一緒したことがあって、でやっぱ強さだったりとかそのダーツの正確さ、っていうのはすごいもう嫌っていうほど知ってるんで、自分のね全力を出していいダーツができた。でダーツを通して、言葉は通じないんですけども、ダーツを通して会話ができたらなと思います。好開心可以藉著飛鏢結識到不同國家的飛鏢的朋友，希望大家對飛鏢這個熱情可以繼續加強下去，繼續俾心機去練習打出亞洲，好冇？ DAS Heroes Final Match， 星野光正對刀魂之狼 Raiden。Raiden 先行，決賽 Game On。
同埋 Wilson， 第二名嘅系炎之皇帝星野光正，接住落嚟会系颁发今日嘅冠军 Ryder。まあ今回ね、香港のトッププレーヤーさんたちとね、試合できたこともやっぱ光栄ですし。でやっぱそのレベルの高さっていうのはやっぱ伺えたんで、まあダーツ友好国として、でなおかつねライバルとして、うん、自分の中にはやっぱそういう風に視野に入ったと思うし、ほんでやっぱり見てくれたね香港の方たちっていうのがすごいいい応援もくれたし拍手もくれたし、もう一気に好きになりました。在香港，希望各位新晉標手，你哋都喺今次嘅比賽中可以學習到更多嘅。咁啊，另外其他冇參賽嘅，你哋都要多啲去參加比賽，去攞經驗。咁今次好多謝 Darkside Asia 同埋 Japan Darkside。咁啊，阿李阿多個仔咪。今次 Dark Heroes 優勝者係。斗雲之狼 Riding， 下一次踏上呢個舞台嘅，可能就係你。